え、僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を書いてるものです。僕はニンテンドー信者ね。なんなの野田528って。あ、これさ、野田ゾーがど、脱税がどうのこうのっていうので、トラブってるみたいな話を聞くけど、でも僕、野田ゾーがなんかのツイートだけチラッと見たんだよ。これから、その脱税について触れた人は、粛清しますとか言って、こいつだってさ、僕と野田ゾーの中を切り裂こうとしてわざとこういうこと書いてるんじゃねえの僕と野田ゾーの、 信頼関係を崩すために、わざわざ粛清されそう、さ、されるためにやってんじゃないのか君らは。まあ、大した仲じゃねえんだけど。<laughs> 大した仲ではないけど、別に嫌いでもないし、野田総理の、割と、その、パワースタイルみたいなの好き、そこそこ好きだからさ。多少あるよ、信頼関係は。イメージとしては、横山緑が間に入ってるから、 その向こう側にいるっていう少しイメージも多少はあんでよ。よっさんとかよか緑が間に入ってて。まあ、別に粛清されたらされたらいいんだけど、変に粘着されても嫌だし、別に僕野田総理のことマジで何の嫌いっていう話もないんだし。ちょっとでもまあ、信用してるかって言ったらそこまではしてないよ。野田総理何考えてるかわかんないから。まともに二人で喋ったこととか多分ないと思う。まともに面と向かって、じゃあ喋ろうよ今度。 よっさんとどっちが信用できるは難しい話だな。僕でもよっさんの評価は他の人に比べてめちゃくちゃ高いからさ。ただよっさんのやってることをよく見ろと。僕はよっさんがあんなに嫌われ者なのは確かに酔っ払ってしょうもないこと言ったりね、人の嫌がることをずっとつけ込んでずっと言ったり、同じことをギャーギャーわめき散らしたりとか、ちょっとヤクザ的な感じでやってくるから嫌いな人がいるのは頷けます。ただ、 それは人間を見る目がちょっと足りないなっていうのがあって、僕はヨッサンがしてきたことを考えると、やっぱさ、みんなでマージャン大会やってほしいからっつって未然に起きってマージャン大会を開いてさ、で、そこに横山緑を呼んだら、じゃあ立花さんも呼んでいいですかっていうことで立花隆も呼んだでしょ ?N 国党の党首の。で、ヨッサンはさらにゆずか姫とかにも声かけてたわけよ。だからヨッサンがあのマージャン大会やらなければだよあのゆずか姫が、 ああやって、新道かなとか行って、北区から立候補したりね、印刷市から市長選に出たりとかっていう、あの関係性も、まあなかったんじゃないかなっていうのもあるし、あとは年末に毎回わざわざね、遠くから、茨城かどっかから出てきて、配信者集めて忘年会やってくれて、まあ僕にも呼んで、 くれたりとかさ、それで、まあ、それなりにぼったくりとかしてないし、マージン抜いてないし、結構大変なんだよ。みんな配信者なんて適当やっていからさ、ドタキャンしたりなんだりで、それで、まあ30人規模くらいの、ああやって忘年会頑張ってやってんのは、まあいいんじゃないのあと、僕と直接話してる限りは、全然嫌なことない。まあ確かにめんどくせえな、こいつ。酔っぱりう,うぜえなって思う時はあるけど、割と、ちゃんと話も聞けるしさ、ゲームも好きだし、 まあいいんじゃないかな。ただ僕に対して何もそういう風に牙を向いてきてないだけかもしんないし、なんか粘着してやってきたらこっちもこっちでブチのめしには帰りますけど、そんなに悪い印象は僕はないんだよね、よっさんに対してはね。つか、ほとんどの人に僕はそんなに悪い印象ないわ。いや、結構面と向かって表だって、あの、罵りあったりもするけど、なんとも思わないことしか言ってこないしさ。まあ、野田総理に関してもそんなに何にも嫌いじゃないし。 ま、なんかね、未然に起きってるところが、やっぱ偉いと思うよ。未然に起きって、そ、そこから繋がった人たちがいて、それが、その大きな結果に、結果とは言わないけど、きっかけを作ったっていうのは僕はね、すごいと思ってんの。なんだかんだで、立花隆とゆずか姫を、ちゃんと出会わせて、立候補までこぎつける、そのきっかけを作ったのは予算なんだぞ。ただ、深入りがしたいかつさ別にしたくないけどね。めんどくせえ、クズ配信者であることには変わりないし。なんだっけあれ、柴田の、 家に突したやつは、ああいう迷惑配信者は僕はちょっと違うかなと思うんだよね。山口とか愛知県とかいろんなところで、まあコロナをばらまいてね、うん。で、いろんな配信者に、まあ迷惑、住所を特定して、付きまとってみたいな。うん、そういうのはなんか、ちょっと履き違えてるところがあるんじゃないかなっていうのがあるな。ああいうのを喜んでる奴らも悪いんだよ、結局。だからあんまりこうやって話題にすることすらダメなの、ああいうのは。もうああいうのは、 無視でいいんだよね。ソース感状態にして、誰の影響も与えない、どっか、もう隔離したところにずっと閉じ込めとけばいいんだよ。でもワイドショーとかでいちいち取り上げんなよ。ヨッサンなんて大喜びしてたからね。その、まあ、言ったヨッサンもさ、爆笑問題とかビートたけしとか、まあ、いろんなサンジャポとかね、あの、坂上忍のやつとかに、みんなにヨッサンがこうやって救急車呼んで、虚偽通報で救急車呼んでね。 で、やっぱ俺は行かねえんだよって言ってるところの映像とかも何回も流されて、あれめっちゃ美味しいっていう、そういうあいつらの思考回路なの。あいつらっていうのは。だって、地上波のテレビに出て、自分が今までテレビで見せた有名人たちが自分について言及してくれて、こんな難しい顔して、極楽とんぼの人が、昔はしょうもねえネタとかばっかりだったのに、今では世間のご意見版みたいな感じで、こんな風にして、ほんとねえって言ってるじゃん。 ああいうので取り上げるのよ、そもそも。誰にも気づかれない存在にして、で、インターネットも通じなくして、そのまんま放置しときなよ。で、みんなも何かやっても、もうほったらかして、変に構わないで。あんなの、よ、嬉しいだけ、美味しいだけじゃん。売名したくてやってんのに、そのまま売名にまんまと乗ってんの、ね、よお前らも。 まあ確かに絵的に美味しいし、ああいうのを見ると、世の中の視聴者層のワイドショーを見てるやつなんで、大体がもう、あの、レベルの低い人たちなんだから、なんなのこれふざけないでよとか言って、テレビの前でキーキー言って、それが視聴率のつながるとか、まあそういうね、打算的なところもあってわざと取り上げてんだと思うけど、まあだからどうしようもないよ、本当に。だッくそ鼻くそなんだよね。それを取り上げるワイドショーと、迷惑配信者、やってることが軸となる部分が一緒なんだよ。 例えば誰か芸能人が亡くなったらずっとその家の前に張り込んでね、誰か家族が出てこないから待ってたりとかピンポン押してみたりとか、ずっと張り込んでるわけじゃん。ただでさえ悲しみに暮れてる人たちのことをさらに迷惑かけて、いろいろ特定しようとして、それと同じことを一人、一人サイズでやってんのが、ああいう迷惑配信者だろうがよ。で、それを、その、テレビというメディアに載せるのか、YouTube という自分の子のメディアに載せてんのかの差でさ、 だからまあ、めくそ鼻くそでやってんだったらまあ仕方ないけど、だどっちも淘汰されるべきなんだよな、本当に。で、僕みたいなね、身のあるコンテンツをこうして独自発信でね、出してる真のね、コンテンツホルダーが生き残っていくべき世界なんだよ。前からいたじゃん、そういうお騒がせ YouTuber みたいな迷惑配信みたいな人,人に迷惑をかけながら伸びていくっていうのが大前提にあるからさ、意図的にやってるとしても、あんまりそれをね、 面白かったりとかするのは良くないなっていうのはまあ、いつも思うわ。いずれ、そういう人っていうのはエスカレートするか消えていくかしか選択肢がなくなっちゃうから、一時的に脚光を浴びたら、あの時のあの気持ち良さが忘れられないって言って、またなんかやらなきゃって言ってね、いろいろそわそわして、精神病んじゃうか、また派手なことやって犯罪に手を染めて捕まって、そのままどっか行くか死ぬか、そのぐらいにしかなくなるから、まあやっぱね、選択肢としては間違ってるわな。 どっかでね、キャラチェンジしてね、そんなのなかったみたいな感じのね、世の中のご意見番になるか、しょうもない選択肢しかないんだよ。自分の多分、あれ、な,ないんでしょ軸となるものが。だからそうやって安易なところに飛びついて、こういうことをやるわけよ。ちゃんとこう僕みたいにね、こうしっかりと階段をね、積み上げてね、緩やかな坂をずっと上がり続けてる方が、息が長いんですよ。こうして。 トラブルとかも起こさずにね、こう頭脳を <laughs> しっかり活かして、で自分のやりたいことを主にやっていく。常にやりたいことをやっていく。やりたくないことはやってないし。で、誰かに迷惑もかけないし、誰かから得た信頼を意図的に裏切ることもしない。完璧だよね。いや、上がってってる。もう、確実に分かってんだよ、自分が。ああ、本当緩やかな坂を登ってるなと。下り坂に入ったら、ちゃんと次の上り坂に、 乗り換えてるっていうのが素晴らしいところで。そしてやっぱ楽しさと。で、常に次の種まきを忘れていないこと。いつでもこう登りながらも、次の坂をこう目で探しながら、この坂がこう緩やかに下り坂に入った時に、今度あっちの坂に登るためには、その前から、緩やかに登ってる時から種まきはしておく。そういうことで、僕はポーカーっていうのは、ある程度上昇トレンドだと思ってんの。 ポーカーはこれから先廃れることはないんだよ。盛り上がることはあったとしても、廃れることはない。世の中の人が、多くの人がポーカーの深さとか面白さを知れば、今のマージャンなんかはずっと根強くみんなやってるでしょ、プレイヤー。まあ確かにマージャンは下降トレンドかもしんないけど、でも M リーグだなんだ盛り上がって、マージャンもこう上げ上げいってんじゃん。で、ポーカーはカジノ法案とかの絡みもあるし、いろいろ世の中の動きとしても、 盛り上がっていく感じが身に染みてわかんの。10年前からずっとやってる、20年近く前からやってる人間からするとさ、15年前か。ポーカーもそうだし、あとは株式投資株主総会とかそういうのもそうだし、まあいろいろとこういうライブ配信、YouTube とかもそうだし、こうして少しずつですね、やっていくっていうのがね、いいんじゃないかなと思っております。